はい、アネモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、コパです。ということで、ジャニーです。ちょっと新しめの動画を。いや、はい、ということで、お、またしても連チャンなんですけど、これおい、アネモの箱いっちゃいます。よし、じゃあ今日もアネモの箱いっちゃいましょう。いっちゃいましょう。アネモの箱スタート。熱い。はい、ということでですね、はい、まあもう夏モードということで、いやもう夏よ、ご覧の通り、はい、今日はこのショーツをピックアップしていきますよ。ほらまた俺ね、前回のボーティーに続きね、はい、このデイリーショーツ、はい、もうね神がかってると思いますよ。神アイテム2連チ、そう、神アイテム2連チャン、ゴッツプロダクトですね。はい、はい、そう、それで、ね、今回ね、僕これ本当にいいなって思う、まあ一番推しのとこ言っていいですか。いきなり、いきなりですね。早くアウェイも行かないとね、今日登り休みなんで。そうで、まずこの、ショーツ、デイリーショーツの本当に素晴らしい部分、その1、はい、あとウエストのギャザーね、サイドギャザー、これですね。こ、俺ね、ギャザーってね、はい、おじさんが履くもんだと思わない。ああ、ちょっとおじん化してない、ちょっとね、そのイメージも、ね、そう、おじさんが履くもんだろうなって思いがちですが、はい、まあ言ったらおじさんなんだよ。あのね、このギャザーの締め付け具合、ベルトがいらないっていうのが、まあそれは当然そうだよねって思うと思うんだけど、これね、よく聞いて、ショーツと普通のパンツ、ベルトありなし問題で考えると、ショーツのベルトなしは超ポイント高いです。あ、確かに俺が持ってるフィグベルトのやつもベルトなしだ。そうでしょ。ああ、それはなんでポイントが高いかっていうと、ベルトって熱いんです。そう言われりゃそうかもしれない。そうでしょ、なんか汗かくでしょ、蒸れる、夏って汗。あ、ここベルト、あ、レザーここに巻いてて、あ、ことか、確かに熱いでしょ。そう言われりゃそうですね。ベルトがあるとないとでは全然違います。ここだけ、要はパンツ履いて2枚生地重なってさらにベルトなのか、普通に考えたら体で言うとインナー着て T シャツ着て、あ、肌着着て T シャツ着て革ジャン着てのと同じだ。ここだけだね。そう言われればそうですね。そうでしょ。しかもなんか確かに蒸れる気がする、そこだけ。そう、あ、そしてもう一つね、あ、ウエストにベルトがないことで何がいいか、うん、これね、夏って汗かくからどうしても蒸れやすいよね、うん、まあそうですね、時期的にね、汗めっちゃかく、まあそうですよね、ウエストキューってなってる。あ、これね、僕は特にそうなんですけど、ウエストが締め付けられてると、僕お水めっちゃ飲むんですよ、夏、暑いから。アイスも好きだし、はい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 、そうするとね、そこでお腹締め付けてるとね、お腹下すんですよ、もう。物理的に、その締め付けで。いや、まあまあ、それは、本当にそうなんだけど、まあそれとはまた別になんだけど、やっぱその、締め付けられてることによって汗の逃げ場がない、うん、蒸れる、うん、不快、うん、まあ不快ですよね、まあ単純にね、そうですよね。あと夏場に例えばビーチに行きましたね、ビーチに行って、うん、こう T シャツ着て、はい、ショーツ履いてる人がいました、はい、ウェーイとかやってる時にプチラッとこのウエストの部分が見えて、うん、
ショーツにレザーベルトしてたら、うん、ちょっと、うん、アンバランスというか、ショーツにそもそもレザーベルトはつけない、僕はつけないです。見た目的にも良くないなんですけど、もしつけるなら、はい、僕はその、まあ、今コバがつけてるようなメッシュベルトとかレザーじゃない、あ、はい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 、ゴム系のメッシュベルトとか、そういった、あと布系のね、ガチャベル昔言ってる、ああいう系の方がまだ見た目はいいです。確かにね、そうですね、そうそう、どうしてもね、これでもウエストでかいなって人もいるだろうから、そういう場合はまあぜひそのレザーベルトではないベルトをねつけてもらえたら季節感演出できるんじゃないかなと思います。見えないとこからねおしゃれはしていかないといけないので。そうか、これはゴムもついてるけどベルトループもちゃんとついてる。そうなんですよ、コバみたいなすごい細いよ、うん、は、まあ、やっぱりそのどんだけね、ウエストでサイズ選んじゃうと、もも周りのボリューム負けちゃったりとか、そうなんですよ、ね、そういった場合に、ウエストベルトついてないと、やっぱりこう、適応力ね、そう、そこでね、いいんだけど、ちょっと、もうずり落ちてきちゃったら負けないし、そうそうそうなんで、そこはすごい、ウエストのベルトを生む問題と、ギャザー問題っていうのはすごく大事で、で、このギャザーは、本当に何回もここだけのために試行錯誤をしました、どんな感じの締め付け具合がいいんだろう、もちろんね、あのすごい効いてるんで、こことここ両方合わせて4センチぐらい多分広がるんで、あー食ったーってなっても大丈夫、はい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 、締め付けない、タックインしても結構この辺のセンターにギャザーがついてるパンツあるんですけど、サイドってあんまないんで、確かにね、そうですね、で昔ねそのウエストがめちゃめちゃでかいジーンズとか僕も履いてたんですけど、その時にベルトをグッて締め付けるときにどこにシワを持っていくかっていうとサイドなんです。あ、余った分のシワは絶対サイドに持っていく。なんでかっていうと、このフロントとバック、あの部分っていうのはそもそもここに寄っちゃうとこういう形になっちゃうんで、そうですね、そうだからサイドは寄ったところでポケットがついたりとか、ここにシームがあるんでそこまで寄れが出ないです。なのでそういったところも加味してサイドにギャザーをつけることによってパンツ本来の出したいシルエットが崩れません。なるほど、っていうこだわりもあります。それは確かにそうですね、そう本当にそういうところがね、分かってるか分かってないかでね、うん、僕はすごいそのパンツのシルエットとかそういったものをこう再現できるかどうかっていうのが決まってくると思います、はい。なのでね、まあ、このギャザーで、ここに寄ってることによってベルトをしてもここにシワが寄りやすくはなるので、なるほど、ベルトが細すぎる人にも朗報ですね。これはね結構ガリガリ君の悩みの種なんで、そうガリガリ君の悩みの種、はい、なのでその辺はねすごい考慮されてます。すごくいいです。なのでねショーツ履いたことない人もぜひ試してみてもらいたいなっていうのと、あとちょチャックを開けて、あ、開いてる、いや全開しちゃいました、うん、すげえ、股上結構深いでしょ、すげえ開けなと思って、そうでしょ股上が深いっていうのはね、これ夏にはすごく重要なポイントですね。何なんですか、何でしょう、あ、当てちゃっていいですか、いや当てそうだね、もう君もファッションプロだからね、当てちゃいましょう、はい、通気性がいい、風が通る、はい、ここにね、そう、ここに、まあ、これぐらいか、もちろん正解なんですけど、ああ、まあ、ね、多分見てくれてる人の8割9割もしかしたら全員そう思うかもしれないですけど、どっちの回答がそんなこと言ってないじゃないですか、まあ、イージーな質問だった問題だったって、ね、そう、そのね、よいしょ、この股上が深いことによって、これ触ってって言えないって、もうここ今結構熱を帯びてるもう現時点、ここってやっぱり常に締め付けられる、クローズされる部分なので、ここに生地がグッて入った状態でこう締めちゃうと、こうもうなんだろうな、もう蒸れるじゃん、さっきのウエストもそうだけど、蒸れて蒸れまくる、そうね、ってなった時にここが股上が深いと、あの玉がさ、冬は縮こまるけど夏はさ、タヌキになるじゃん、ポッペロゲに、はい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 、そうなった時のその玉峰の
スペースをかなり取ってるんで、こう歩くじゃん、こう、はい、歩いててもここがまずずれることがなく常にフリーダム。それはね、いいことだ。股の中は常にフリーダムなんですよ、はいはいはい、なんですごい開放感が半端ないです。この開放感って心理的にもすごく大事で、こうやると入ってる風が、風を感じる玉が、そうっていう、この股上の深さにはそういった利点があるんで。なるほどね。そう、これがね、まあ、ぶれない、結構ショーツでスリム系のスリムフィット系のショーツはもう支離滅裂なんですよ。膝下は涼しいんですけど、膝から上は暑いんで、まあ、長いパンツよりかはねマシなんですけど、夏はね、なるほどね、ぜひねこの開放感を味わってほしい。ほら、前回去年出したアクティブショーツ、はいはい、あのパンツを履かないでも大丈夫なようにメッシュのライナーがついてる。あ、どこまで俺はここに快適さを求めたいんだと。もうここへだ、ここへだ、周りがね。でもね、男ならね、まあね、気になるところですよね。そう、そこは大事にしてほしい、うん、確かに。開放感、開放せよ、夏ってさ、開放せよ、夏ってほら、開放されるじゃん、いろいろと、確かに ね、開放的なね、夏は出会いの季節でもあるんで、ね、その時に群れててさ、なるほどね、嫌だね、嫌な感じのあれだったら嫌じゃん、いろいろね、嫌ですね。またずれとかも起きるからね、汗かくとね、はいはいはい、なのでそういったすごいエアリーというか、そう、パンツ内もしっかりと開放的に風通しのいいようになります、うん、で、うん、でなおかつですよ、はい、なおかつこの生地ね、コットンとリネン、そう、コットンリネン7030のコットンリネンを使ったデニムです。うん、ホワイトデニムとインディゴデニムの2色なんですけれども、このリネン入れちゃいましたっていうのがまたすごくすごく大事なことなんですね。何がいいかっていうとですね、